メイキング。はい、ガイチニーです。今日は何も喋ってないので、声が割とソッとですが、元気です。私は、一人でいるのが嫌になってしまったんだ。一人暮らし生活7年目です。さすがに疲れるよ。ということで、私は今日をもって、この家を出ます。じゃあ。はい、というわけで持っていくものを用意していきましょう。まず最初に持っていくのはこちらです。スイッチ欠かせません。そして次に手帳、財布、そしてまあ元気が出るためのね、あのエナジードリンクと、あの最近鼻水がすごいんで、こちらのティッシュボックス持ってきます。あとこれなんで持ってきてるんですかね、わかんない。ジャパン、はい、これで準備完了です。パンパンに詰めたカバンを持って私は次に出かけようと思います。で、出発します。なわけねえだろ、こんなことやってる YouTuber 全員こうやって置いてこうやってカメラ撮りに行ってんだよ。もういつもこんなもんだ。着いたところでタクシーに乗って向かってます。すいません、ありがとうございます。ハロー、ここだここだ、着いた。私が同棲するメンズこちらでございます。髪の毛かわいいね、かわいい、かわいいでしょこれ。ウィッグ、あ、ウィッグか、そうなんだ、いいね。そう、つげ髪、知らない人からこう、はいでこうやって、すごいすごい、つけた。怖い、言い方、言い方。はい、まだこのメンズだけ。そう、台所がなくてパンいるって感じ。え、なんでなんでパンを持ってきたの。賞味期限切れてるけど。いや、なんで賞味期限切れてるパンを持ってきたの。パンいる、いらないよ。え、本当に切れてる。本当に切れてる。パンいる。中間倍ぐらい。そう、しくじった。一枚も食べてねえね。そう、一枚食べてないの。ねえじゃん。いいよ、これつけて食べなよ。いや切れてんだわ。サザヒルスキッチンだ。いいじゃん。いや、いいね。最近ちょっとこだわってるんですけど、誰も気づいてくれないです、コメントで。衣装みたいな感じ。あ、帽子もかぶしてる。最高。衣装はあのこちら使わせていただいて。で、パンいる。パンはいらない。これ賞味期限切れてるでしょ。賞味期限切れてる。なんで持ってきたんだよ。6月28日じゃん。しくじった。マジしくじったの。これがジェニーのズボラですよ。あ、違う。聞いて、あのパン入れるケースに最近買って入れて、よっしゃーと思ったら、まずくしちゃったね。そう、まずくしちゃった。